クなガラクを無我夢中に輝く短絡な生活が怖いだけなのか最悪な早僕は雨を蝕む散々な惨劇に身を染められて僕はそもそもかなり偏った類いに快楽し快楽し紆余曲折の議論を待たずして純粋に会話をやれればそれでよかった。ところがどうして僕はこんなにも苦しい思いを進んで受け入れるのか。諦めなければ叶うとか努力を満たして表現するつもりは本当だ。ならばこれはいよいよ何だ。何をどうされているのか。事象のある責任から悲しい現実よ。答えはまだない。Thank you.